あ、どうぞどうぞ。無登壇者の皆様、前の方によろしくお願いします。では、これから第2部を始めさせていただきます。よろしくお願いします。第2部はですね、横浜 のメディアの方々に、お集まりいただきまして、始めたいと思います。ではまず自己紹介の方ですね、どのようにツイッターなどを活用されているかも含めて横浜トゥデイさんからお願いします。皆さんこんばんは。いきなりですね、そうそうたるメンバーの中でなんだお前はっていう人間からのご挨拶で恐縮でございます。横浜トゥデイというツイッターアカウントをさせていただいております。ハマトという、ニックネームでやらせていただいております。よろしくお願いいたします。去年の3月からですね、趣味で、横浜情報を発信しております。中の人は私一人です。結構昼は普通に東京でサラリーマンをしておりまして、夜中の10時とか11時に帰ってきてですね、それからいろいろ情報調べてツイートとかしているので、いつも11時台ばっかりだなとか、そんな感じで、思われる方もいらっしゃいますが、そういう実情でございます。本日はよろしくお願いいたします。はじめまして、FM 横浜編成制作部の加藤と申します。今日はよろしくお願いいたします。弊社の、ツイッターをスタートしたのは昨年の、4月からになります。ちょうどいわゆる横浜に新しく来た人、を迎えるためになんか、FM 横浜として情報発信できるツールはないかというところを考えたときにツイッターがやはり、話題を呼んでましたので、FM ラジオ局でちょっと更新というか出遅れたところもあったんですけれども、昨年の4月からスタートいたしました。編成制作部という部署6人で、みんなで、番組情報、局からのお知らせなんかを、発信しております。どうぞよろしくお願いいたします。神奈川新聞社の、カナロコの編集部内におります佐藤と言います。よろしくお願いいたします。今日はカナロコローカルという、アカウントですね、表示させていただいているんですけれども、こちらの、自動的に見出しを、配信している状態で、中の人という形ではやっていないんですけれども、結構、なんていうんですか、返信をいただいたり、しております。結構見出しの、間違いの指摘もいただいたりしてまして、すいませんっていう感じでこっそり直したりっていうことをしております。これからよろしくお願いいたします。ポートサイドステーションの木村と申します。ポートサイドステーションは横浜市民放送局という、市民からの情報発信を率先して行おうという、ネットワークの中の一つの放送局で、非営利でやっているインターネット放送、また地域の情報をニュースサイトという形で流しています。ポートサイドステーションはもう一つのウェブサイトがのウェブサイトにポートサイドステーション公式アカウントっていうのもあるんですけど、こっち木村の方のアカウントで今日は、読んでいただいてます。で、私もすごく小さなメディアなので、こんなところのそうそうたるメンバーの中に呼んでいただけてすごいちょっと緊張してるんですけども、普段は市民からの発信ということで、マスメディアが取り上げないこと、取り上げきれないことですとか、当事者からの情報発信とか、女性の視点からの発信という視点で私はずっと取り組んできました。で、ポートサイドステーションとしては1年半ぐらい活動をしてきていて、
私が立ち上げた活動としてはザ・コーブという映画、去年結構上映妨害が大きな、社会現象になっていたんですが、その時に伊勢佐木町の映画館を応援しよう、とりあえずは上映させてくれ、見せてくれみたいな、そういう、活動を、ネットとツイッターを使って起こしたり、その後は、去年は APEC がありました。 APEC について批判的な声をの出す人もいる、批判的なことを考えている人もいる、それには何の理由があるんだろうということで、そういう声を出すメディアを立ち上げてみたり、今は米軍基地問題に関することですとか、あと食の流通に関して、また TPP に関してとか、そういうことに視点を当てた番組を作ったりしています。最近はガイガーカウンターで、気になるお母さんと一緒に、市内、県内の幼稚園とか保育園とか、測ってみようという企画で、今日はですね、川崎のお母さんと、話をしてインタビューをしたりしながら、計測をしたりっていう活動を今しています。よろしくお願いします。テレビ神奈川、TVK 編成部の熊谷と申します。きっかけはですね、やはり多分 F 子さんと同じだと思うんですが、我々視聴者の皆様に見ていただかなくちゃいけません。またローカル、横浜ローカルの方々だけではなくてですね、神奈川県内の人に もう当然いろいろうちのテレビ局を見ていただかなくちゃいけない。それで必要な情報を当然お送りしなくてはいけない。ただどのようにですね、僕らが見られているかというのがですね、非常に気になるところでして、率直な意見というのがですね、なかなか手に入れにくいのが実は現状です。直に電話かかってきて、お叱り のお電話をいただくこともあります。ただ実際にですね、そこまでの方がたくさんいるかというとそうでもなくてですね、言葉上皆さん、僕らスポンサーさんも当然いますけども、スポンサーさんとかですね、私たちの関係、ある会社の方たちにいろいろ聞きますと、大体褒めていただいたりすることが多いんですね。逆にただ編成としてはですね、お叱りの言葉、あとはこういうふうにしたらいいんじゃないか、そういう言葉を率直にいただいた方がいいだろうというところで、それには変な話ですけど、匿名、顔の見えないツイッター、そこが一番有効利用できるんじゃないかというところでツイッターを始めさせていただきました。私が実際直につぶやいているわけでは全然ありません。実は若い人間にですね、うちの編成部というところの若い人間と、あとクロスメディアという、メディア関係のですね、若い人間につぶやいてもらってます。そこで率直なご意見をいただいたりということで、日々勉強させていただいているところです。また後ほど出ると思いますが、 Facebook もまた、始めさせていただいておりまして、日々勉強と、あとお叱りの、メール、あとお褒めのメールをいただいているというところです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。横浜経済新聞というネットのメディアの編集長をしております杉田と申します。僕らはですね、運営しているのは横浜コミュニティデザインラボという NPO 法人なんですね。で、何をやってる NPO かというと、大きく言えば街づくりなんですけど、その中でも特に情報コミュニケーション、これが一番の軸になっておりまして、ここ数年はですね、2002年から活動しているんですけど、ここ数年は特にこうソーシャルメディアと呼ばれるものに関して、どういうふうに使っていけるのかなというようなことをテーマに考えています。この横浜経済新聞のアカウントは、2007年の頭ぐらいですかね、その最初は僕が個人的にそのドメインが浜けい .com というドメインでやってますので、やっぱこれツイッターって取られちゃうと、取り返せないというか、使われちゃったらおしまいというところもあるので、ツイッターのサービスが始まって、浜けい取っとこうということで浜けいを取って、自分でボソボソとつぶやいてたんですけど、2009年からですかね、完全に記事と連動して、記事ごとにそのハッシュタグを考えてバーッとつけていくみたいなことで出してます。今実はこれちょっとそろそろスタイルを変えていこうかなということも考えておりまして、今日皆さんの話を聞いてどうしようか考えて、変えようかなって実は思ってるんですけど、こんな感じです。
もう一つ、広北経済新聞というインターネットの新聞ですね、青葉都築広北という北部のエリアをフォーカスした媒体が去年立ち上がりまして、こちらもつぶやき始めておりますので、ぜひフォローしていただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、横浜オーカーの編集部の山本と申します。本日はよろしくお願いします。横浜オーカーという地元のサイトなんですけれども、YW ちゃんという何の関係もないような適当なアカウントでやってたりとかしまして、あとこの写真が猫っていうのも何の意味もなくて、まあ僕が勝手に始めちゃったんで、なんとなく猫に、元町にたまたまいた猫なんですけど、そういうので始めちゃったりとかしたので なんとなくそのまんま、なんとなく緩くやっているかなという感じです。で、まあ、中身的にももちろん僕らサイトとかあるんですけど、まあ、本当に編集部員のつぶやきとかそういうところがまあ多いようなところです。そんな感じで運用してます。ちょっとこの場所がさっきハマリンがいた場所なんで、すごいちょっとプレッシャーなんですけどあまり面白いこと喋れないと思いますので、温かく見守っていただければと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、今日はリアルメディアとネットメディア、まあ、ツイッターの発信をされている方と、まあ、いろいろな、まあ、メディアの方にお集まりいただいたんですけど、やっぱりそのソーシャルメディアを活用するにあたって、こう自分たちが普段接しているそのとか、まあ、仕事をされているメディアと、まあ、どういうふうに違うかとか、こういうふうなら使えるけどこういうのはまだ全然できないんじゃないかとか、まあ、そういう、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、最初はちょっと横浜トゥデイさん、今日 の発起人の一人でもあるのでよろしくお願いします。普段仕事で全然メディアと絡んでない私に振るっていうのもどうかと思うんですけど、ちょっとこの話に行く前に一つどうしても言いたいことがあってですね、神奈川新聞さん、花火大会開催の護衛団ありがとうございます。もう今日の一大トピックでございまして、ちょっとお話をさせていただきますと、今日会社でぼーっとしてですね、自分のタイムライン、私フォロワーさん、4600人ほどいらっしゃるんですけど、私全部見てるんですよ。ぼーっとなんですけど、でぼーっとしてたらですね、みなとみらいナウさんっていう、みなとみらい21っていう管轄をされていらっしゃるところの公式アカウントにその花火大会のお話があって、あ、やるんだと思って、ちょっと仕事をそっちのけにしましてですね、特報ってことで花火大会、神奈川新聞さんの花火大会開催って書いたらですね、今までに300以上のリツイートがあってですね、横浜トゥデイ開催後最大の反応をいただきました。その次は震災直後に大丈夫ですか、震災直後にまあ、かなり計画停電の情報が錯綜してたと思うんですけれども、横浜市さんが、割と早い段階で、東京電力さんからいただいた情報を市の公的な公式の情報として立ち上げられたんですね。でそれを見つけたんで、おそらくこれが最も正しい情報ですということでお出ししたところ、それも確か250ぐらい、リツイートいただいたんです。なので、それ以上のニュースバリューがありました。本当に一横浜市民としてもこれほど待ち望んでいたイベントはありません。本当にありがとうございます。でそれは さておき、メディアの話なんですけど、今日そうそうたる、まあ、いわゆる広告業界でいう4マスのメディアの方、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌と全部横浜の一大名物の方がいらっしゃってます。さらにネットメディアでも浜慶さんってもう確固たるものがありますし、また映像メディアとしてポッドキャストステーションさんもいらっしゃってます。でどこにもウェブサイトのないよくわかんない私までいるという非常にバラエティあふれるあれなんですけれども、でそのネットメディ、既存メディアとネットメディア両方集まってるすげえって最初私も思ってたんですけど、よくよく皆さんのツイートを毎日拝見させていただいてるんですけれども、まあ、大きな違いというと実はそういう区分けではなくて、ポートサイドステーションさんと浜慶さんとカナロコさんっていうのは、ウェブサイトにまあ
ウェブサイトを見てほしいということで、まあ基本的には RSS フィードですね、そのニュースをそのまま転載してそのURL をクリックしていただくことでウェブサイトを見てもらおうというコンセプトでやられているようにお見受けします。一方ですね、かなりはっちゃけてらっしゃる YW ちゃんさんをはじめとしてですね、TVK さんと FM 横浜さんはどちらかというとウェブサイトというよりは番組を見てください、聞いてください、まあ、雑誌を買ってくださいっていう、まあ、そういうそのところで、まあ、独自に情報を書かれていたり、フォロワーさんとのコミュニケーションをかなり密に取られているというところに大きな違いがあると思っています。で、お聞きしたいのは、まあ、お客様というかタイムラインの皆さんとのやり取りをされてないメディアの方っていうのはやりたいと思ったことありませんか、でもやっぱりちょっとできないなって思う理由がありますかってことと、あとはやられている方にお聞きしたいのは、まあ、そこならではの苦労があったりまた嬉しいことがあったりっていうのがあると思うんですね、そういうことをお聞かせ願えれば幸いです。今の質問にうまく答えられるかどうか分からないんですけれども、まずラジオというメディアを考えると、いわゆる声と音楽と音と3つの伝達手段しかございませんので、何でしょう、まあ、このツイッター使って一番やってるのはまず事前番宣ですね。今日はこういった番組放送いたしますと、でそれでいわゆる本当を聞いてくれる人がラジオをつけてほしいっていうことが一つ、あとさっき言った今実際スタジオで起こっていることの裏側を見せることができる、それは各番組担当が、スタジオで中で起こっていることを写真に撮ったりしてこういうツイッターを使って、表現することで見えない世界を描くことができる、でそれでこうラジオに興味を持ってもらうっていう、手段でもあるなと。であとはその、まあ、番組宣伝とつながるんですけれども、いわゆるこう調子率週間とか、あと番組独自でこうビッグなプレゼントがあったりとか、そういった呼び込みに、使ったりとか、電波では届けられない部分の、部分をこのツイッターを使って、情報発信をしているっていうのが僕らのこの F 横 G というツイッターの使い方ですね。でさすがにその僕らも情報発信に対してはこう一生懸命になれるんですけれども、なかなかそのじゃあリスポンスですね、うまくそうやって会話をしたりするようなところは難しいんですけれども、私どもの藤田雄一というレポーターがいるんですが、彼は今日どこどこに出かけますっていうのをやはりつぶやいてくれてます。でそれに対して行くぞとかそういうメッセージが来たりしたときにですね、必ず一通一通彼には、答えてるんですね、そのホームページ上に、かなりの量になるんで面倒くさかったりするんですけど、まあ、一部そういったパーソナリティの中には、そういったふうにリアクションを起こしているものも、いて対応したりしています。神奈川ローカル表示できますかね、すいません、これ見ていただくと分かるんですけれども、ツイートが基本的に見出しばっかりなんですね。これ自動で発信してまして、神奈川っていうサイトの方に投入したニュースの見出しと URL が表示されているようになっていると。で、この神奈川ローカル立ち上げたときは、基本的に誰もフォローしないっていうコンセプトで始めまして、今のところフォローしている人数はゼロなんですけれども、これを吐き出すことによって、まあこういう今ニュースをアップしているので見に来てくださいっていう形で始めたんですね。でただやはりこれに対して返信をくださる方々がおりまして、見出しが間違ってるよって先ほども言いましたけれどもそれを、まあ、フォローしている人数はゼロなんですけれども、それを見出しを、まあ、見出しをつけるのは手動でやってますので、見出しをつけながらこうツイッターの、返信の部分を見てたりしまして、あやばい見出し間違ってるよとか言って慌てて直して、
で間違ってる見出しのツイートに関してはすいませんけれどもこっそり削除をしてしまうっていうことをやってます。なんで削除をしてしまうかっていうと大丈夫でちょっと誤字脱字の話が出てましたけれどもやはり新聞社っていうメディアということもありましてウェブでは訂正を出すっていうわけにもいかずみたいなところがありまして こっそり直すという形になってしまう。ただツイッターはこっそり直せないのですいません削除させていただきますっていう。ただやはり RSS を吐き出していることもあって、結構見出しをですね非公式の、ツイートという形で拾ってくださっているところがあってそれで拡散してしまっている部分がありまして、そこはどうにもならないなと思ってちょっと残念に思ってるんですけれども。でカナロコローカルは、全くフォローをしないという形でやってるんですけれども、震災までは2000人ぐらいだったんですかねフォロワーが。震災を機にやっぱりなんか一方的に自動で配信してるだけではいけないんじゃないかっていうカナロコ編集部の中で話が出まして、3月11日を機に、その時は、生活情報とか必要な情報はこうカナロコ編集部からっていう形で括弧書きをつけてつぶやくようにしたんですね。手動自動で見出しを配信しつつ手動でもつぶやくという形を取りました。そしたらガーッと、フォロワーさんが増えまして、やっぱり双方向っていうのは必要なんだなと。ただ双方向って言っても手動でつぶやくだけで、見出し間違ってますよとか、なんかツイートがいっぱいまとめて流れてくるのでもう少し分散してもらえませんかっていう返信に関してはカナロコ編集部からは返信をしていません。やり始めるとこうなかなかね手を取られてしまうっていうのもありまして、今はそういうスタンスでいます。でカナロコではですね、カナロコローカルの他に、地域情報なん地域の情報のイベントなんかを発信している、バザールっていうのが紙面にあるんですけれども、それと連動させてウェブの方にやってまして、イベントの情報をカナロコバザールっていう、ツイッターアカウントを使って、発信しています。これは同じようにカナロコローカルと同じようにフォローはしないというスタンスで、見て、来ていただくというスタンスでやってます。で今ここにこっちはカナロコ星人を使ってるんですけども、ここにカナロコ星人の親戚の子供っていうですね、バブロコちゃんっていう新しいキャラクターが登場しまして、これは双方向性で、返信もしよう、フォロー返しもしようという形で子育てコミュニティを始めまして、カナロコバブーという名前で先月スタートいたしました。バブロコちゃんが返信をしたりですね、スタッフが返信をしたりということをしております。チラシもちょっと置かせていただいたので帰りましたらですねフォローしていただけると怖いですかカナロコ星人もキモキャラと呼ばれていて、でキモキャラのこう雰囲気は壊しちゃいけないなというところで、やっぱりバブロコもキモくいくかという感じで赤ちゃんらしさを出しつつキモくいってます。でカナロコ星人もですねツイッターアカウント持ってるんですけれども、今日も取材にちょっと来てるんですけれども、後ろの方にねカナロコ星人そのものが来てるんですけれども、今あそこにいますね彼も彼というか彼女というか性別がなくて中性なんですけれども、カナロコ星人も実はツイッターをやっているんですが、頑張らないをモットーにしているっていうのがあってですね、ツイートそのものの数が非常に少なくて、フォローしていただいている方も今日見たら48人しかいないこれはこう神奈川新聞の広報大使をやっているにもかかわらずまずいんではないかっていうふうにちょっと思っております。でカナロコ星人が
カナロコローカル、カナロコバザールなどはあのフォローしていない、返信していないっていうのがあるので、カナロコ星人で双方向性なんかをこう考えていければいいのかなと思ってるんですけども、なかなかあの人数とか手と、あの人の手っていうところがありますので、あのなかなか今はできずにいるところです。ポートサイドステーションの木村です。先ほど横浜トゥデイさんが言ってた RSS フィードの話ですけど、あれは多分この私ではなくて PSS 横浜っていう私のつぶやきの下の方で出てくると思うんですが、ポートサイドステーションの公式アカウントの使い方として、記事の見出しをツイートするっていうちょっと下の方にあると思います。それで私はそれをリツイートしてプラス一言二言伝えるみたいな形で使っていたりします。でそうですね、 PSS 横浜っていうのを私のカウントの方が先に始めたもので、その後、ツイッターっていうのがあるんですよっていうのをポートサイドステーションは2人でやってるんですけども、その代表 の、 あのよく知っている人もいると思うんです、和田というのがいまして、あの団塊の世代で体が大きくて声が大きくて大学の先生をしているという人なんですけど、ツイッターがあるんですよっていうのを話したところ、ポートサイドステーションのアカウントができたと。それから1週間ぐらい、あの会うたびに、ね、RT って何とかそういう話をしながらツイッターについて、おじさんに教えるというのを私やってきたわけですけれども、で中の人が2人いるんですね。で更新するたびに、昔はボットみたいなこう RSS だったんですけど、それも多分和田が設置したやつなんでうまく連携したりしなかったりするんで、私は最近は自分で記事を更新したら一つ一つツイートもするみたいな感じの、なんかすごい不便なことをしてるんですが、のそこで中の人の普通はこうメディアとしては個性とかどういう設定でつぶやくとかどういう言葉遣いをするとかそういうところは作戦を練った方がいいのかなと思うんですけど、それができてないがために、PSS 横浜は記事の情報だけを流すっていう形をやってますね。使い分けの難しさっていうのはちょっとあると思うんですが、私も個人でやってるので個人と PSS ニュースを同時につぶやくとこれ木村だろうでバレちゃうので、なかなかそれもちょっと面白くないなと思って、意表をつく使い方を狙ってる、行きたいんですけどそういう時間もないみたいな感じで、とりあえずはこれはニュースをそのまま出すみたいな形にしています。で中の人が2人いると結構ごちゃ混ぜになって分かんなくなったりとかですね、の相互フォローとかどういうコミュニケーションをのユーザーの、まあ、リスナーとかあの見てる方と取っていくかっていうのは多分考えなければいけないんですけど、そこもあのなかなか考えたり話し合ってる暇がなくって、のいい例で相互フォローをどうするかみたいな話してなかったので、私はツイッターを始めて、の昔あの日本語検索があまりうまくいってなかったけども、その中でも横浜を検索して横浜の人をどんどんフォローしていくとか、何かこう話題に近いそうな人を検索してフォローして、ある一定の方はフォロー返ししてくれるからこの方はサイト見てくれるかなとかって形でやっていたり、フォローしてくれた人にはこうコミュニケーションとしてフォロー返しをするっていうことをひたすら何日間かやってたんですけど、の朝来たら和田がですね、関係ないフォロワー外したからと言うんですよね。あのメディアの公平にいろんな方とコミュニケーション取りたいのにフォロワー外すとか失礼だと思うんですけどみたいなところで、ちょっとそのフォロワーとの付き合い方をどうするかっていう、私は割と最近はちゃんとフォロー返しをして、のなかなか外したりとかはね、のやっぱり読んでくれてる方っていう方を大事にしたいので、個人のアカウントはまた自分の情報をどうするかっていうのでまた別だと思うんですけど、公式アカウントに関してはフォローいただいたらフォローし返す。でコメントっていうのはこういうところだとあんまりコメントとしてメンションもらったりとかっていうのはないんですけど、来たらやっぱりお返しはしていきたいなと思ってはいます。なのでPSS 横浜の方との静香の方と両方ぜひフォローいただければと思います。テレビ神奈川ですが、今番組先ほど言いましたように TVK さんちゃんのアカウント以外にですね、あと9つの番組ごとの、アカウントを持っております。ディレクターによってはですね、やっぱり番組の裏側であったりですね、今日もちょうど横浜スタジアムでロッテ戦交流戦をやっておりますが、内側の中継をしておりまして、現場からですねツイッターに全く慣れてないスタッフが、苦し紛れに非常に苦しい硬い
言葉でですねつぶやき続けております。はい、ここに祝横浜ベイスターショルトありましてよかったんですが、今日も朝ですね、今日つぶやかなくちゃいけないんだよね、どうしたらいいかなとすごい苦しみながらツイッターをした結果、まあ、勝利したので非常に安心しておりますが、こういうつぶやきに対してですねやっぱり皆さんファンの方たちが温かい声援であったりですね、時には怖い球団のファンの方たちがふざけんなというようなツイートもあったりするんですけども、本当はですね丁寧にお返ししたいところではありますが、それこそ今日もちょうどこの熱烈ライブという番組をやっておりましたが、こういうふうに余裕がないスタッフに関しましてはしっかり読まさせていただいてはいるんですけども、もう返答する余裕もないと。で基本的にはでも局の姿勢としては本当は皆さんちゃんと読んでますよ、こういうふうに僕ら感じてますよってお返ししたいところではあるんですけども、そこはご了承いただいていると思ってます。それが分かるかどうか分からないんですけども、最近はご質問みたいなところが一気に減りまして、逆にツイッターの中で盛り上がっていると、勝ってよかったねだったり村田が打てばいいねとか、それからあと番組上の中でもうちの中でサクサクという番組があるんですが、まあ、サクサクの中でもキャラクターが変わったとか あいつの発言が問題だとかそういうふうに身内というか、まあ、その中で盛り上がっていただくというところで、そういう意味では僕らが提供させていただいた情報をもとに盛り上がっていただいているというところで非常にいい使い方をしていただいているなと、逆にフォローしていただく方に感謝してしたいなというふうに思っております。で先ほども地震の話が出ましたけども、僕らツイッターを探り探り実はお恥ずかしながらやらせていただいたんですね。で果たしてどういうもんだろうかというところで、ただ先ほども言いましたようにかっこいいこと言っちゃうと視聴者の皆様とどのくらい接点が持てるかというところではあったんですが、番組情報だけじゃなくてですね、まさに今回の東日本大震災の計画停電ですね、あそこの情報は報道部と一体になってですね、いわゆる報道が、計画停電をこれから計画停電情報を出しますよというのとほぼ同時にですねツイッターでもうちのスタッフがつぶやきまして、フォロー数が急激に上がったというところで、まさにフォロワー数が上がったのがこの東日本大震災でした。まあ僕ら番組の情報をですねこちらから見てくださいねと一方的に出すんですが、やっぱり地域に密着した情報というのがですねいかに大事なものか、あとは当然 NHK さんキー局さん等々ありますけども、やっぱり地元のネタは地元の方たちがやっぱり TVK を信頼してくれて見てくれてるんだなというのを非常に実感した瞬間になりました。なのでこれに関しましては本当にありがとうというメールが非常に多くてですね、僕らも引き続きいろんな情報をちゃんときっちりと出していかなくちゃいけないなといったところです。気持ちとしてはきっちりと返答を差し上げたい、しっかり読まさせていただいているんですがというところで、他の媒体の皆様と全く一緒なんですがフォローしきれてないというところが現状なんですが、気持ちはフォローしたいなというふうに思っております。ちょっと返答になったかどうか分からないですがすいません。はい、横浜経済新聞の場合はですね、本当その2007年から始めてた時は、これから取材行くよとか取材行ったらどうだったとかそういうことをぞろぞろ出してたんですけど、2009年からだったかな、こういう形で、自動にはしてないんですけどね、これ記事を出すと、全て手動で、というのもそのハッシュタグをつけるというのが自動では当然できないので出すとやってます。さっきも言いましたけど、もうちょっと余裕作ってやりてえなと実は思ってるんですね。ただ僕らその NPO でやってるんですけれども、なかなかこう、兵力も足りない中でですね、結構たくさんのアカウントをですね、同時に運用してるんですね。今僕ら的にプロジェクトをやるごとにそのプロジェクトのアカウントを取って、そことウェブサイト、その他いろいろ連携して出していくっていうような形でやっているので、なかなか余裕がなくて出せてないっていうのは現実かな。
ただやっぱりね、皆さんも言ってますけど、こう震災の時ですね、まさにその地震が起こった直後からさまざまなその地震に関する情報、まあ、一番最初 の、 その帰宅難民向けの情報から始まってですね、出してた時はやっぱり僕らも相当アクセスじゃないフォロワーが伸びましたね。1日何百人という単位で増えていて、 今1万何千人ぐらいになってるのかなと思うんですけど、フォロー返しというのは基本的にはフォローしてくれた人にはやってますが、まあ、なんだか分かんないフォローが最近結構多いので、そういう人たちはあんまりやってないっていう感じかな。まあ、ちょっとこれからFacebook との使い方も含めてですね、まあ、せっかく横浜経済新聞結構たくさんの人たちが見てくれているので仕掛けをしてみたいなというふうに今まさに思っているところであります。はい、はい、横浜ウォーカーはですね、自動的にニュースは一切流してなくて、本当に全員、編集部私含めて7人なんですけれども、7人でそれぞれ括弧で書き分けて、最後に括弧何とかいうような形で入れているんですね。で今括弧ほという編集部員が今書いてくれていると思うんですけれども、まあ、私は括弧あという名前で書いているんですね。でそれぞれ編集部がこの一つのアカウントを共有しているという感じです。で、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、こういういい加減な猫を使ってたりとか、 YW ちゃんって名前だったりとか、まあ、そういうのは本当に、まあ、編集長の私のいい加減な性格が出てるんだろうとは思うんですけれども、基本的には読者の人とコミュニケーションしたいというところがこのアカウントの最大の目的で、特にニュースを発信しようというのはあまり思ってないです。でもちろん僕らも今日神奈川新聞さんの花火の件をまあ、つぶやいたところはやっぱ相当のリアクションがあったんですけれども、どちらかというとなんか編集部員が近くのランチこれ食べに行ってすごい美味しかったんだよねとか、あるいは取材に行ったらこういうことやってましたとか、僕が記憶してるんだと、僕はたまたま自分のデスクで崎陽軒のシウマイ弁当を食べてて、シウマイ弁当今食べ始めましたって、何から食べ始めるのがいいんでしょうかみたいな話とかをしてたりしたら、いろんな人からやっぱコメント来るんですよね。横浜の地元なんでこだわりがあって、でまあ、初めになんか竹の子のなんか煮物から行きますとか言ったら、ふざけんなみたいなですねなんでお前はシューマイから食べないんだとかですね、そういうのが来たりとかですね、で食べ始めたらそのご飯の進み方が早いとか、なんかそういうようなこうつぶやきが来たりするんです。そういうのがやっぱりリアクションが一番多い。だから編集部を一つこう身近に感じていただくというところと、編集部読者の皆さんというか、まあユーザーの皆さんとコミュニケーションしたいというところがこれの一番のところだと思います。昔で言うとまあちょっと年齢分かっちゃうかもしれないですけど、週刊少年ジャンプのジャンプ放送局みたいなですね、すごくこう面白い、見ていても面白いで、コミュニケーションも取れている、でそれぞれのなんていうんですかね、書く人たちのキャラが立っているって、そういうものをやっぱ作りたいなという思いがすごく強くて、なのでそれぞれ個性の出るようなツイートをしたり、あるいは本当に身近なツイートをしたりというようなものを心がけています。だからその皆さんが今までおっしゃったようなすごく崇高な理念とかあまりなくてですね、本当に緩くつぶやいているという感じです。はい、はい、ありがとうございます。まあ第2部はちょっと一部と少し趣向を変えるというか、まあなんか登壇者の方から登壇者の方へちょっと質問とかしてもらったらいいのかなと思ってるんですけど、じゃあ木村さんの方でどうなんだか登壇者の方にこういうこと聞きたいっていうことってありますか？そうですね、ツイッターを使用するということに関しての社内とかの会社の方が多いと思うんですが、どういうふうに利用するとか、こういう利用の仕方はどうなのかとか、目的とかの中の人的な個性とか言葉遣いとか、まあ、RSS だけとか見出しだけの方もいらっしゃるという話だったんですが、もしそういうツイッターの利用方法を話し合ったことがある方がいらっしゃいましたらお聞きしたいです。はい、じゃあ横浜ウォーカーの山本編集長から。はい、はい、ですね、うちで言いますと会社からやれと言われたことは一度もなくてですね、自主的に始めました。まあ、お金もかからずに始められるので、まあ、やってみましょうかというようなところで始めました。で僕ら全国に今、北海道から福岡まで
6個のウォーカーがあるんですけれども、それぞれでもツイッターの扱い方は全部違ってます。僕らは今1つのアカウントを編集部員7人で共有してますけれども、編集部員全員がアカウントを取ってそれぞれ ウォーカー、あの名前でやっているという編集部もあります。だからそれぞれでかなり扱い方が違うのかなというふうに思っています。はい、そんなところでしょうか。はい、あとは大丈夫ですか。先ほども言いましたように、あの編成部内でまずクロスメディアという部署があるんですが、そこの部内であのきっかけ的には、どういうふうに視聴者が思ってるんだろうかと、僕らに何を求めてるんだろうかというところでツイッターを始めさせていただいておりますので、社内の雰囲気としてはですね、今流行りのものをやるなって本当はそういうんじゃいけないんだと思うんですけども、まあ上の人間としてはとりあえずやってみようよという雰囲気でした。で、まあ、本来であればなんかテレビ局なのでキャラクターをつけてそのキャラを前面に出してですね、面白おかしくつぶやくのがいいんでしょうけども、そこまでの今勇気が実はなくて、まあ、今後の大きな課題だとは思うんですけども、そういう意味ではですね、今固く情報をきっちりと、提供させていただいて、それに対して視聴者の方、まあ、ツイッター内で盛り上がっていただくという使い方をしております。なので、まあ、フォロワー数に関しましてはまだ非常に少なくてですね、僕ら4700くらいです。で、やっぱりきっちりフォローしていけばもっと増えるんでしょうけども、まだまだ課題がありますけども、ちょうど僕らがきっちり全て読まさせていただいて意見をしっかり集約するにはいい数かなというふうに一応思っておりますが、今後増やすためにはいろんなちょっとまあ面白おかしいこともしなくちゃいけないかな、まあ、そこは検討課題だと思ってます。ただそれに関してうちの社内でこういうふうにしたらいいんじゃないか、ああいうふうにしたらいいんじゃないかっていうのは今のところ実は探り探り、これは お恥ずかしい話なんですけど探り探りですので、今とりあえずは続けて見ているというところですね。おそらくラジオの皆様もそうだと思うんですけども、僕らは視聴率とか聴取率というものがありまして、うちはどっちかっていうとあまりこんなこと言ってはいけないんですけども、キー局さんのようにピリピリしておりません。ただそうは言ってもやっぱりどういう方が見られているのかとか、そういうことはやっぱり気にして放送しなくてはいけないというところは前提に当然ありますので、そこの部分に関してはですね、ツイッターがいいツールになっているということが社内で今浸透しておりますので、これをうまく利用してですね、より良い番組を提供できるようにという、努力はしたいと思ってます。そんな感じ。当社は非常に調子率に対してピリピリしております。ですね、スタートするにあたってやはりちょっとツイッターなるものをですね、社内で特にやっぱり上層部ですね、上層部に対してどういうふうにこれがいわゆるスタートすることによってメリットがあるものなのかっていうことを説明しにくかったのは事実ですね。で、先ほど申し上げたようにいわゆる周りの雰囲気、世の中の雰囲気でツイッターってものをスタートさせたい、じゃあさせるにあたってどうやって、しれっとスタートさせるかっていうのがいわゆる編成部員で話し合ったんですけれども、ちょうど昨年の4月にスタートしたというふうに先ほど申し上げたんですが、やはり横浜に新しくやってきたとしても横浜に知ってもらうために何が一番手っ取り早く、しかもツイッターっていうものを使って、フォロワーが広がるかなと思った時が横浜神奈川の美味しいもの、それをどん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 つぶやいてもらおうと思って、ツイッター立ち上げてそこでどん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 つぶやいてくださいっていうことですスタートしたらうまくソフトランディングじゃないんですけどスタートできまして、なのでなんで F 横 G なんだと思うかもしれないですけど G はグルメの G なんですよ。うん、でそこで、スタートさせて、で、まあ、G を名乗りとかグレートだったりいろいろこうゴールドだったりつなげていけるので、まあ、F 横 G でそのままちょうどそういったグルメキャンペーンみたいなのが終わったところで局情報の発信にこう変えていったと。でやはり私どもも震災を契機に、フォロワーが 1.5 倍ぐらい増えましたいうような結果が出ております。
私はですね、ツイッターの運営方針について語り合える人が誰もいないんですけど、いや結構まあ、まず1年は1人でやってみろと思ったんですね。やっぱりその横浜について深く知りたいと思ったことがあったので、全部自分で調べて自分で聞いて自分で発信しようと思ってやってたんですけど、まあ、案外きついことは分かってきてですね2年目どうしようかなとちょっと考えてるんですけど、我こそはっていう方はぜひ一緒にやりましょう。まあ、それはさておき、まあ、自分の中脳内会議とかはやるんですけど、まず、まあ、自分が楽しまないとしょうがないんで、自分の書きたいネタを書く、いろいろ調べた中で全部を取り上げているわけではなくて、自分が面白そうだな、皆さんにご紹介したいなというものだけを書いてますというのと同時に、まあ、受け手というかそのタイムライン上に横浜トゥデイを置いてくださっている皆さんにどう見えるかっていうのは常に考えてます。まあ、いろいろな方がいらっしゃるので、まあ、変に傷つけたりしないかとか、そういうことは一応考えながらやっているつもりで、それが成功してるかどうかよくわからないっていう状況です。それをまあ聞いて どうですかっていうのもあれなんですけど、はい、すいません。そうですね、一番ぐさっときたのは隣でフォロワー数が少なくて4000なんですけどって言われた瞬間で、私個人でやっててフォロワー数2000ちょっとなんですよね。 PSS のポートサイドステーション公式で今900ちょいなんですよね。頑張ろうって思いましたあとはそうですね、皆さんツイッターのいろんそれぞれ試行錯誤状態なのかなと思って、結構ツイッターを活用しているメディアとしては毎日コッコちゃん、毎日新聞の毎日コッコちゃんのキャラクターは私結構好きで、ゆるい感じの顔をして結構の鋭いことを言ったりするキャラとかもあるんですけど、そういうところとなんか比べてみたりとかして今聞いてました。あともう一つ気になったことを、特にちょっと言ってみたかっただけなんですけど、メディアの第2部として女性がいないんですけど、なんでですかっていうところちょっと気になりましたね。はい、ありがとうございます。それって僕が答える感じですかたまたま1部が女性が多くて2部が男性になってしまったっていう結果論なんですけど、すいません、なんかちょっと滑稽な感じですいません。まあ、引き続いてなんですけど、横浜トゥデイさんの方からやっぱり発起人としてなんかやっぱりいろいろ聞きたいこととかやっぱりたくさん他にもたくさんあったと思うんですけど、どうですかっていう、はい、私も素人というかですね、一この皆様方を前にしてすごく聞きたいことはあって、そのツイッターとかお持ちのメディアで書けないような内容がとにかく聞きたいわけですよ。例えばさっき のシューマイ弁当はタケノコから食べるかって今もうすでにここでかなり盛り上がってますけど、なんかその自分でお持ちのツイッターやメディアで書けない、しょうもない内容でもいいし、あとは本当は好きなお店があるんだけどちょっと自分の雑誌には載せたくないのでここだけで教えてあげるとか、横浜の話でもいいのでぜひ聞かせていただきたいなと思います。FM 横浜、先ほど申し上げたように編成部員6人が、それぞれの番組担当で、その自分の担当している番組で PR したいもの、番組中に起こっているもの、してほしいことっていうのを、主に書くようにしております。でよほど個人で書きたい情報はですね、個人でアカウントを持ってて、そこでつぶやいてるものが多いかなと。ただ昨日うちのスタッフが野毛でどうやら飲んだ時にですね、缶詰バーに感激したようで、それを F 横 G でつぶやいてたものがいるんですけれども、まあそういうのはちょっと多めに見たりしております。で書けること書けないことっていうとですね、実は私どものレポーターでですね、
レポートをしながらつぶやいてる。でそれで日々こう神奈川県内を回ってるものがおりましてですね、それが今日ちょっと会場に来てますんでちょっとそのレポートの裏側を、披露してもらおうかなと、いつものように、登場してもらいたいと思いますんでよろしくお願いします。ホズミン皆さんこんばんは、レポーターの穂積豊です。FM 横浜で毎週月曜日から金曜日午後1時からのプログラムいいねグッドフォーユーという番組で、レポーターを担当させていただいております。私なんですけども2009年の10月から、この番組のレポーター穂積豊としてツイッターを始めさせていただきました。まあ、日々いろんなところに行きましてレポートの様子だったりリスナーの皆さんの方とのコミュニケーション、あとは、まあ、レポート、まあ、時間の限りがございますのでその限られた時間の中で伝えきれなかったこと、あとは裏話、そういったものをメインにつぶやかせていただいております。でそうですね、まあ、基本的にはもういろんな方が見てらっしゃいますんで、まあ、プラスになるようなこと、ね、皆さんにとって有用なことをつぶやかせていただいているんですけども、やはり個人的な感情もあります。言えないこと本当にいっぱいありますね。このお店ちょっと味が薄かったで私甘いものが苦手なんですけども、もちろん取材の中でスイーツ関係の取材たくさんございます。いや今のちょっときつかったっていうのもありますけども、これはつぶやけないですよね。はい。であとはそうですね、先日、今日もいらっしゃってますね、ハマレポ .com さん、ウェブマガジンのね、皆さんと一緒にレポートさせてもらったんですけども、その中のテーマで横浜の市内で一番おいしい道草、道に生えてる草どこの草かというテーマでやらせてもらったんですけども、まず一発目がですね、館内の、オフィス街の中の街路樹の中に生えているヨモギ、これを食べたんですが、これは本当本当にまずかったので、もちろん放送の中でも吐いてしまいました。そして生まれて初めて放送の中でまずいと言ってしまいました。そしてツイッターの中でもこのよもぎまずいというふうにつぶやいてしまったんですけども、まあ、それを除いては、まあ、極力、まあ、プラスのことをつぶやくようにしておりますけども、やはり言えないもの、そういったものは個人ツイッターの方でつぶやいたりもしております。はい、以上でございます。はい、すみません、ありがとうございました。まあ、TVK さんと同じでですね、私どもの方も、番組の、ツイッターを持ってるものもあったり、あと出演者が、個人的にアカウントを持ってたり、しているような例もあるんですけども、実はそういったメンバーの中で穂積のフォロワー数はナンバーワンです。はい、以上でございます。神奈川新聞ではですね、やはり新聞社という立場上ですね、個人でアカウントを取ってる人はいるんですけれども、こう個人で神奈川新聞社の人間だと言ってしまうとですね、なかなか穂積さんのようなつぶやきって難しいのかなという感じがしてます。で中には某新聞社みたいな形でですね、つぶやいている人間もいるとは思うんですけれども、まあ、つぶやきを見ていれば大体どこの新聞社に勤めてるかなんていうのは分かってしまうのかななんて、思います。あ、出てないですね。あ、それでさっきちょっと双方向性じゃないですけど、なんていうんだろうな、つぶやきづらいつぶやきっていうのをですね、本当はカナロコ星人に喋らせてしまうっていうことをやりたいなと思うんですけども、なかなかその頑張らないをモットーなので、よく編集部内で寝てるんですね彼ね。こうなんかさっきお客さん来たからそういうこともつぶやけばいいのにと思うんですけど、お客さんの相手して疲れちゃうのかすぐ寝ちゃったりとかしましてですね、なかなかこうつぶやいてもらえない。ただ必ず星人っていう、まあ、キャラクターを利用して、まあ、皆さんとやり取りをしたいなという部分はあります。でそれから公式か非公式かっていう意味では必ずローカルって公式非公式っていう歌い方を全くしてないんですね。非公式じゃないけど公式でもないみたいな始め方をしてまして、
で最近になってようやくあの神奈川新聞の編集局の経済部っていうところが、まあ、公式みたいな形でアカウントを取ったり、企画開発っていうあの反則ですかね、あの新聞の PR をしたりするところが、まあ、あの公式みたいな形でアカウント取って、まあ、これはあのフォローされたらフォローを返すっていうやり方をしてますけれども、あのツイッターに関しては、上部にあのまずツイッターをやりたいんだけどみたいな話をすると、ツイッターって何みたいなことになるので、あの編集部としては、スタートはこそっと始めた感じですかね。やってしまってツイッター始めましたみたいな。あの新聞社ってこうやっぱり紙を出してるところで、ウェブに疎い部分っていうの言っちゃっていいのかな言っちゃっていいか分かんないんですけど、こうウェブに疎い部分がありまして、であのツイッターってなんだとかフェイスブックってなんだみたいな、ところがあって、でやっぱりウェブをやっている部署だけにこうツイッターやってみたいとかフェイスブックやってみたいとかやってみたいけど相談したらきっとなんだか分かんないからやめとけみたいに言われるんだろうなというところで、まあ、エイヤと始めながら、模索しているという感じですね。つぶやけないことっていうのはあまり特にないんですけど、そうですね、強いて言うならのすっごく疲れてる時に疲れてるとつぶやくべきかつぶやかないべきか悩みます。個人の話ですけど、そういう時にのいろいろこうネット上で仕事を依頼されてる方とか、こういろんな方がの仕事をちょっとこのサボっててやってないんだよなとかって方も見てると思うと、疲れたので寝ますって言ったらやってないのかよみたいな、そういうつぶやきが怖かったりとか、指摘が怖かったりするので、その時は迷わず、なるべくつぶやかないようにしたりするんですが、つぶやく時もあります。そのぐらいです。つぶやきたいことをつぶやけてるかというと全然多分つぶやけてないです。穂積さんみたいに番組のご出演者がですね、あのつぶやくと許されても、多分番組のスタッフがですね、真面目にそういうのをつぶやいてしまいますと、まあ、大問題になることも当然ありますので、でうちがアカウントを持っている番組の中で、唯一出演者がつぶやいている番組がありまして、それがあの昼間にありがとうという番組をうちやっておりまして、その中にあの松風雅也さんという、男性の方がいらっしゃいます。あとあのうちのおつじというアナウンサーがおりまして、生放送なので、まあ、CM が当然入るんですけども、その CM の合間でしたり、それからあと転換の間でしたり、その短い時間にですね、要領よくつぶやくというちょっと荒技をやっておりまして、2人ともツイッターに慣れてるか慣れてないかというとちょっとまだ分からないんですけども、その緊張感を楽しんでいただける方が結構いらっしゃってですね、これからこういうコーナーが始まりますであったり、まあ、もっと本当は深く突っ込めればいいんですけども、その転換の間に果たして間に合うのかというような緊張感は、伝わってるんじゃないかなと思ってます。それであああと実はベイスターズ、先ほどの熱烈ライブという番組でスタッフが慣れてないのにつぶやくのがちょっと辛いと言ったのがありましたが、もう一人そこの部署でですね、実は一番最初に、ちょっと年配の人間なんですけども、非常にベイスターズ球団さんと懇意にさせていただいているスタッフがおりまして、沖縄キャンプに、行かせていただきました。でその時からちょっとつぶやきを始めようというところで、その人間に、つぶやいてくださいねと、うちもツイッターを始めたのでつぶやいてくださいと言ったらですね、ことのほか喜びまして、多分今までやったことなかったんですね、まあ、どういうことを書いたらいいか分からないんですけど、沖縄キャンプでベイスターズの情報を何一つ入れずにですね、今日の波は穏やかなので魚が釣れるであったりですね今日の料理がどうのこうのって話で、ベイスターズの選手が何をやったのかという情報を全く入れずに、しかもベイスターズナウという番組内でつぶやき始めまして、それはそれで私たちは非常に面白かったんですが、それに対してちょっとなるべく落ち込まないようにですね、ツイッターの使い方がちょっと違いますと
我々が考えているのとちょっと違いますということで、それが、もしかして聞いてしまったのか、今だいぶ緩くなってしまってちょっと僕らが押さえつけてしまったのかなと、まあ、逆にそれによって全然関係ないじゃんとか全然違うことにつぶやいてんじゃんというところで、もしかして話題になったきっかけになったかもしれないんですけども、そういうところをちょっと反省はしてるんですが、うまくスタッフが盛り上がってですね、その裏の情報だったり、皆さんが知らない情報、まあ、あんまりリークしてはいけない情報とかも多分あると思うんですが、そういう情報がうまくバランス取れて伝わっていけたらいいなというふうに思っております。そのところです。はい、まあそうですね、僕らも結構もう2004年から横浜経済新聞というメディアをやってまして、もう記事の数でいうと6000何百本ぐらいこう出てるということもあって、結構いろんな情報をいただくんですね。で本当は僕らちょっと実験的にこれ横浜経済新聞とは別にそういうふうにいただく情報をもうどんどん出していくとかね、耳に入ってくるものを出していくような場は作りたいなと思ってるんですけど、まだちょっと横浜経済新聞ではできてないですね。まあ、その辺の真逆をどういうふうにしていこうかというところはちょっとこれから実験してみたいと思ってます。はい、ですね、横浜オーカーに関して言うと、紙面にやはり限りがあります。それと当然のことながら作る雑誌の場合ですので作るのに非常に時間がかかります。タイムラグが非常にあるんですね。そこら辺がおそらく FM 横浜さん、それから神奈川新聞さん、TBK さんと違う速報性に関して言うと4メディアの中で一番弱いところだと思うんですね。でそこをやっぱり補うっていうところがツイッターの、僕らがツイッターとしての活用する一つの方法だと思ってますんで、むしろツイッターの方が書けることたくさんあるというふうに思っているんですね。紙面の場合はもうある程度締め切りに追われて作っていて、終わったものはもう直しようがないということがありますね。印刷に回ってしまったら直しようがないんですけれども、ツイッターでしたら本当にすぐ書けます。それからプレスリリースをいただいて即書くこともできます。下手すると横浜オーカーだとプレスリリースをもらって書くの1ヶ月後とかだったりすると、それじゃ遅いんですよねって、まあ、さっき第一部に出ていただいたベイシェラトンのオーカーさんとかに言われたりすることもあったりするぐらいなので、すごく速報性そういうものがやっぱり必要なんだろうなというところを思っていて、ツイッターをそういう意味では活用しています。それと横浜と関係ないことをつぶやいていいのかどうかっていうのもあったりするので、実は横浜と関係ないことをつぶやいたらそれ関係ないじゃないかって言われたことも結構あるんですね。で、まあ、横浜側に載せられないことでもツイッターに関しては載せていこうかなと思っています。まあ、さっきのシューマイ弁当とかもまさにそうだと思うんですけれども、あと、まあ、僕個人的に好きなのだと格闘技のジャンルとかそういう好きなんですけど、なんかそういうのってあんまり横浜で扱ってないんですよね。だけれども例えばまあ、すいません知ってる方だけで大丈夫なんですけど、今度8月に UFC というアメリカのメジャー格闘技のタイトルに岡見雄心選手というですね、神奈川出身の格闘家の方が挑戦することになったんですよ。でこれ実はすごいことなんですよってあんまり力説してもしょうがないんですけどこれは大変なことなんですよっていうですね、それは横浜から一切扱いません、おそらく。それは読者がそれを求めていないと僕は思っているので扱うことはないと思うんですけれども、ツイッターだったらそれができるんですね。岡見選手が、UFC の世界タイトルに挑戦することになりましたっていうのをおそらく他の格闘技サイトよりも早く横浜オーカーがつぶやいてるんですね。で、まあ、それは なぜかというと UFC のオフィシャルサイトを僕が見てるからなんですけど、そういうことに使ったりしているということもあると思います。だからこの4つのメディアの中では一番そのタイムラグの埋め方っていうことに関して言うと、僕らはやっぱり積極的にツイッターを使っていかなきゃいけないということがあるので、書けないことというのはむしろ雑誌の方が多いのかもしれないです。ツイッターですと書けることはたくさんあります。それから即対応できますよね。プレスリリースいただいてすぐ書くことっていうのもできるんで、そういう意味で使い分けをしているというところはあると思います。はい、ありがとうございます。時間の方も結構もう9時半過ぎちゃってるんであれなんですけど、もし会場の方で何かご質問あれば、じゃあマイク持って伺いますのでお願いします。お話ありがとうございます。先ほど第一部のところでサンクトガーデンさんをサクトガーデンさんと書いてしまった高野文と申します。はい、
私自身は個人アカウントが高野文なんですけれども、もう一つアート&ウォー2011という、まあ、これ告知なんですけどをやっておりまして、横浜トリエンナーレの連携プログラムとして、ハーバード大の教授でメディアアーティスト、日本でも有名なKボディチコさんという方を招聘いたしまして、行う人の中の人なのでよろしくお願いします。で、まあ、質問なんですけど、第一部の人にもぜひ運営的に NG でなければお答えいただきたいんですけれども、その目に見える PR 効果というのが実際にツイッターを使っている形であるのかどうか、そのまたその使っている段階でそのマーケティング的に狙って行ったものがすごい効果あったと、あるいはその全く関係なく適当にやってたらすごい効果あったとか、その辺をぜひお聞きたいのでよろしくお願いいたします。じゃあ山本さんの方からお願いします。ツイッターを使って例えば雑誌の売り上げが具体的に上がったりしたことがあるかどうかという意味合いでよろしいですか？そういった意味合いでも大丈夫です、はい。全く関係ないと思ってます、はい。多分ですね、読者の方の中でもそのすり合わせをしたわけではないんですけれども、読者の方と、ツイッターのフォロワーの方は被っている部分もあるんですけど、おそらく被ってない部分の方が多いと思っていますので、その意味では先ほど申し上げたように使い分けだと思っているんですね。で例えばツイッターで事前に僕らもその発売日の前日にこう宣伝をしたりはするんですけれども、それでツイッターを活用するようになってから具体的にこう劇的に売り上げが上がったとかっていうようなことはあまりないとは思ってます。ただこういったイベントにまあ関わらせていただいたりとか、あるいは横浜カーでも4月にですね、横浜そごうさんと一緒にですね、横浜神奈川グルメフェスティバルという物産展を行ったりしたんですけれども、やはりそういうところはリアルでつぶやいて、こういうことが今限定品が出ましたとか、あるいは今これが売り切れになりましたみたいな情報だと、やはり非常に反響があって物産展の方にも人が来ていただけるということがありましたので、直接はあまり関係ないんじゃないかなというふうには思ってます。はい、うちもですね、直接は、例えば視聴率に響いたとかそういうのは全くデータ的にはありませんので、全く関係ないと思います。ただまあ明日僕らまあイベントを多々やってますが、明日も日本大通りで収穫祭というイベントがあります。でそれに関してはうちが主催で、やらせていただくんですが、それに関してはつぶやかせていただいたりですね、 Facebook にも載せさせていただいているんですが、これをきっかけにですね、明日本部かなんかに来ていただいて Twitter 見てきましたとかって言っていただければですね、直に僕らもそういう意味では実感できると思うんですが、なかなかまあツイッターを見ていろいろ僕らの番組を見るきっかけになりましたよとかっていう情報は今のところデータとしてはないですね。まあ、それを逆に僕らはフェイスブックで求めたいなというふうに思ってます。まあ、逆に顔が見える属性がある、だから言いたいことも言えないのかもしれないんですけども、例えばそのイベントの部分でですね、呼びかけをするとみんな集まってくれて、そこで何かができるみたいな、そういう輪が広がるチャンスをですね、まあツイッター、あとフェイスブック、まあフェイスブックもうまく利用して、やっていけたらなというふうに考えています。ポートサイドステーションとしてはその非営利ですので特に営業とかっていうのはないです。で広告を取らないというので独自の情報を左右されずに出していくというのをモットーにしているのでそこはないですが、個人としてでいうと、まあ、ポートサイドステーションで活動しているのは今この全くボランティアで、自分はフリーランスとして映像制作だったり、アナウンスの経験があるのでそれを教えたり映像を教えたりワークショップをしたりとかっていうことをしているんですが、そういう仕事にはの個人のアカウントは生きていると思ってます。で一度メールをやり取りしただけとか一度しか会ったことないとかっていう方がツイッター上でこう私の言っていることを見て人となりをなんとなく理解をしてくれて、会いたいとか仕事をお願いしたいとかっていうことでいただけることもあるので、そういう人をどういう人なのかな、私と会うかしらっていうふうな判断基準としてはツイッターを見ていただいている方から連絡をもらうっていうのはあります。あとは今はガイガーカウンターで放射線量計測の話をしましたが、それも自分が何ができるかなって思った時にガイガーカウンターを持って測ります、教育関係の方保護者の方、今気になっていることありませんかってつぶやいたらその日のうちに、50から100近い、ツイッター上でのやり取りを
が来てそういう方と連絡を取って今会いに行っているということで、ツイッターをきっかけに顔の見える関係へと発展していて、今はそのコミュニティをどう作っていくかとか少し、広げることも考えてやってます。神奈川新聞というかカナロコではですね、カナロコローカルを運営しているわけなんですけれども、これはあの見出しをやっぱり歌っている、見出しを出してしまっているという意味では、その新聞紙面のですね部数が増える方向につながっているのかどうかっていうところはちょっと疑問はあるんですけれども、まあ、それでもあのカナロコに来ていただいたりですね、神奈川新聞というものをあの花火大会以外にですね、あの新聞紙っていうのもあの知っていただくいい機会にはなっているのかなと思ってます。でツイッターを使ってですね、記事のところに、ツイートするっていうボタンもつけまして、そしたらやはりあのカナロコサイトの方にですね、あの来てくださる方々が、まあ、増えてくれましたので、あの PR 効果にはなってるのかなと思ってます。当社も、そんなにあの大きな影響を生んでいるとは、あのレーティングが上がったりとかいうような手応えは感じてないです。フォロワーのほとんどほぼ 100% って言ってるともいいと思うんですけれども、おそらく弊社の、リスナーがほとんどではないかというふうに思ってます。ただこのツイッターっていう、ものを使うことによって、いわゆるそこから FM 横浜っていうラジオを知ってもらって聞いてもらえるっていう期待はありますので、そこはうまく使っていきたいなというふうに思っております。またメディアを持ってない人間があれですよ、ね、あの目に見えた大きな効果がすごく一つありまして、飲み友達が異様に増えましたで、さらに増やしたいので、ぜひ二次会への再開をあのよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。あの時間もですね、もうあの9時半9時40分ぐらいになってますので、あの最後にあの登壇者の方から一言ずつ、いただいてですね、第2部も締めたいと思います。じゃ あの横浜トゥデイさんからお願いします。という横浜トゥデイというあのツイッターのみ、あとフェイスブックでもやってるんですけれども、をやっているものです。もしよろしければフォローお願いします。あとあのそこではつぶやけない内容はあの裏アカウントもあるので、あのちょっと探すと見つかるので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。はい、FM 横浜です。あの、まあ、ささやかながらあの震災を受けて、今私たちができることっていうのは何なんだろうということを考えながら、日々放送をしております。でそんな中で、6月の18日の、土曜日なんですけれども、美空ひばりさんの特番を、放送いたします。夜8時からです。戦後あの日本あの復興をさせたのが、美空ひばりさんの歌声だったと。で今回置かれている状況は震災の後一緒なんではないかということと、美空ひばりさんが今年、6月24日が命日なんですけれども、23回忌を迎えるということで、地元横浜で復興支援となるような番組を放送いたしますので、そんなのもツイッターで PR しながら皆さんに聞いていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。神奈川新聞です。カナロコローカル、カナロコバザールでは、フォロー返しはしておりませんけれども、今後も双方向性っていうコミュニティ、あのカナロコ自体がコミュニティサイトなので、あのコミュニティを取るきっかけのツールとして、カナロコローカル、カナロコバザールフォローしていただいて、まあ、あの遊びに来ていただければと思います。でそれからあの先ほども紹介しましたけど、こうカナロコバブーに関してはあの双方向性を担保しておりますので、ぜひあの子育て中の方々は、フォローしていただいて、コミュニティの方にも遊びに来ていただければと思います。これからもよろしくお願いいたします。告知を2つほどさせていただきます。ユーストリーム中継に関する告知で、イベントとか講演会ですとか、中継をよくしています。6月5日日曜の午後1時からは、知り合いがやっている NPO キッズドアというところなんですけれども、東京でやる日本財団の方でやるんですが、震災後の子どものメンタルケアと
その時に親はどうしたらいいかというような、セミナーの中継をします。小児医療、子どもの精神医療に関する先生の講演を、行い中継しますので、よかったらご覧ください。私のツイッターと PSS のポートサイドステーションのホームページからでも見られます。あと6月11日なんですが、原子力発電に関する脱原発全国同時アクションの日ということで、全国いろんなところでパレードとかデモ行進ですとかイベントが行われます。で、横浜でも、1時半おそらくスタートで、桜木町前から、大規模なパレードを行いますので、私も中継をします。ユーストリームで中継するので、ご覧になっていただきたい。あと脱原発と思う方はぜひご参加いただきたいということとですね、せっかくこういう機会をいただいたので、登壇者の皆さんにはそれを報道していただきたいということで、心からお願いいたします。今日は、皆さん呼んでいただきまして、来ていただきましてありがとうございました。今日はお招きいただいてありがとうございます。横浜ウォーカーのですね、山本編集長から、ちょうど私と加藤さんが、ちょうど会議の時ですよね、こういう、いわゆる会合というかですねがありますので、集いがありますので、ぜひということで、多分加藤さんもそうだと思うんですけど、お断りしようと思ってたんですよね、とりあえずねで、なかなかツイッターにですね、実際自分がそんなにつぶやいてるわけではない、ただつぶやかせてるっていうのが、まあ正解だと思うんですけども、まあこれを機会にですね、よりツイッターの利用の方法とかですね、あと皆様のご意見も、貴重なご意見を聞かせていただきましたので、これをどういうふうにしてうまく還元できるかといういいきっかけに僕もなったと思ってます。非常に感謝しております。で、先ほどもくどいようですが、明日収穫祭というのがありましてですねユーストリームご覧の皆様含めて、まだフォローしていただいてない方、ぜひフォローしていただいて、明日本部で私を見かけたら声をかけていただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、横浜経済新聞としてはですね、これからちょっと、まあ、今日いい機会かなと思うので、ちょっと新たな、情報の出し方を始めてみようかなというふうに今日思いました。それと、やっぱこうリアルタイムでどんどんこう情報が出ていくっていう、このツイッターの面白さ、これをですね、なんか今地域のそのいろんな魅力を集めて発信していくためのこう仕掛け作りを今うちの NPO の方で考えてますので、ちょっとご関心のある方はぜひお声掛けいただければ、プロジェクト一緒にやっていけるといいなと思ってますので、まあツイッターのみならず、Facebook や YouTube、Ustream 等の、まあ、ソーシャルメディアということになると思うんですけど、ぜひそういったものを使って地域の魅力をこう出していくみたいなところにご関心のある方は、後々お声掛けをいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、すいません、本当に自分たちがゆるゆるだなということがよく分かったので、すごく勉強になりました。本当に先ほど申し上げたように、読者の方あるいはそのユーザーの方との本当にコミュニケーションを取るということだと思うので、それがメディアの場合でいうと、今までは一方的に僕らが送り手だったものが、でユーザーの方あるいは読者の方が受け手だったものが、それが本当にインタラクティブになっているというところが、特にツイッターで本当に僕夜中に煮詰まって、読者の人に何かいい特集ないですかねっていろんな人が助けてくれたりするっていうのがあるんで、本当にそういう意味で双方向性というものに感謝しています。今後もその方向をぜひ突き詰めてですね、自分のメディア、より良いメディアを作っていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、横浜岡と、それから YW ちゃんという、なんだか分かんない猫のキャラクターなんですけれども、ご贔屓にしていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう一度登壇者の方に盛大な拍手をお願いいたします。はい、開始がですね、だいぶ押してしまいまして、ちょっと伸びてしまって大変申し訳ありませんでした。今回のですね、横浜ツイッターナイトフィーバーの第1回目ということで、今後もこの企画ですね、定期的にやっていこうということで、話しておりますので、またご関心をお持ちの方はですね、お越しいただければ幸いと思っております。本日はどうもご来場ありがとうございました。
で、二次会の方は横浜トゥデイさんの方から、ご指示ありますのでよろしくお願いします。あとアンケートはご記入の上ですね、受付の方にご提出いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。